はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日からやってまいりましょうか。全人類、いや、男性のアイドルのシェリーちゃんバージョンをやっていこうというところでございますね。はい。まあ、前回はね、ジェイク編をやったということで、今回のエンブレムぶち壊していきましょうぜ会はね、シェリーを操作してやっていこうと思います。まあ、極力ね、キャッキャウフフ、アハンアハンのシーンをたくさんお見せできたらなぁなんていうふうに思ってますので、ぜひお楽しみください。さて、ムービーシーンをやっているんですが、まあね、今のうちにね、このシーンはね、どうせ皆さんね、見たことあるよという方たくさん多いと思いますので、まあ今のうちにドリンクね、まあ、特に暑い日が続いていますが、真夏だもんね、真夏だからさ、バーン、ほら、このさ、分厚いコートを着ててさ、大抵そのニット系とかさ、ピッチリした服を着てるときにさ、もう、ふふーってなってる果実の部分がさ、出ててポヨンポヨンするのは分かるけど、コート着て、膨らみはやばいっすよ。まあね、包み込む薄くらいのカップサイズくらいあるんじゃないですか。リングフーということで、まあコーラとかね、まあコーラ何でコーラ出してるのもあるんですけど、やっぱり頑張ってて、今後多分ね、コーラは7、8ヶ月くらい飲んでないかもしれない。まあようやく7月に入って、減量期間も終わって、まあちょっと体重をね、7月、8月くらいキープするっていう、1月から年内いっぱいはちょっと体重を増やすためにいっぱい食べようみたいなね、まあちょっと70、そうだね、まあ今が65くらいだから、75プラス10キロくらいをねちょっと目指してやっていきたいですけどね、別に大会に出るとか出ないとか関係ないんだけど、やっぱりこう見た目でゴツくなりたいっていうのがあるからね、頑張って筋肉をね。ただやっぱそのあたりに関してはちょっとでも、なんかねちゃんとしたフィジーカーの人にでもね体験をし、なんかどういう風なね筋トレ、筋トレじゃねえや過ごし方をね、したらいいのかっていうことで、僕個人の話どうでもいいや、僕個人の話はどうでもよくて、追いかけてくるチュチュチュ滑ります。これを見てるね、ちょっとね、動画のエロい姉ちゃんもね、たまらないよね。まあそんなことを言いつつ、まあとりあえずやってきたんで、ね、そろそろスタートしようかな。何やってんだ、転んだというよりはあれだよね、立てなかったけど、いやー、ほんと巨乳だよね。金髪で巨乳で童顔で26歳、しかも20歳の体でストップするって、もう欲望の塊だよね。ということで皆さん、ムービーの間にドリンクのご用意はできたでしょうか。ああ、そっか、これまたあれだ、しまったな。そうだそうだ、ジェイク編、ジェイク編しかやったことがないから、武器が全部まだシェリー取ってないことになってるんだ。これもあれだよね、コクだよね。うれうれ、これがご褒美だ。これもさ、ジェイクの方はもうすでに一周終わって武器全部取ってるからね、初めからそこら辺やってくれたらいいんですけどね。まあ、ということで、今回のゲームの趣旨はですね、まあ、シェリーのお尻をがフリフリしてるのを追いかけながら、まあ、エンブレムを全部壊してね、で、アーカイブ集め終わったら皆さんにそれをエッチなオチにしていきましょうかというところでございますね。いやー、楽しみ。坂本です、さあ、で、結構ね、これがさ、もうこう、通常プレイだと、その、レオン編終わりました、で、クリフ編終わりました、で、そっからジェイク編始まりますっていう感じになってるから、普通だと、だから結構、スタートが結構激しいんですよ。結構、このチャプター1で、気づいたら、やられたみたいな人が多分ね、いるかもしれないっていうところなんでね。ということで、僕はね、なんかちょっと今日、気持ち肌寒いので、収録してる日がね、気持ち肌寒いので、このクソ暑い真夏にホットコーヒー飲んで、まあちょっとロックすまがないから、 RPG ちょっとね、ディーン、あっちょっと届かな、キック、弾がね少ない序盤はね、こうやってね、まあ、ただね、スキルはね、まあもう見てるのご覧の通りです。なんだっけ、ステルスじゃなくて忘れた、コンバットゲージだ。コンバットゲージはね10個あるんで、ね、体質は遠慮なくプシュ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 使っていこう。さて、元気に元気に死んでおります。返事がない屍のように。
そのマシンがくれないから。なんだったっけ、 Wi-Fi 5 とかでも出てきた、おーおーおー、ピンとか今一瞬出てきてたやつ、あれでパッキン出てきた。あ、やばい、バックハッチュドーンって、あれ、どういった、あれ、あ、いたいたいた、急なカメラの視点変更、ちょっと困ります。スッと OK、 あ、じゃあやばいやばいやばい、むちゃくちゃです。ほんとほんと、そう、ここで結構ね、やられかけることはあったりするんですよ。おーおーおお、今降りる動作でロケランを うまいこと、かわいたい。あ、いい、これ普通にさ、このピッチリでさ、普通の下着履いてたとしたらさ、もう完全にラインが出てくるもんね。ってことはこれノーパンもしくはティーバッグだぞ。みんな想像して、痛い、ほら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 、ねえ、むちゃくちゃや、ほんまにむちゃくちゃや、ねえ、ういーん、ね、みんな見た、ちゃんとね、ラインをちゃんとこうギャーッと危ない、もうこう心ちょっと寝ろよ、痛ぇ、よかったよかった、ダメージはないようだ。ついにハーブがもう、ハーブじゃねえ、体力がもうなった。なぜかニコドゥーン落ちます。こんなんあったっけ、ちょっともう覚えてないな。あのジェイク編がね、個人的には一番申し訳ないけどしょうもないと思ってて、しょうもないっていうか、なんだろう、なんかドラマ性があんまりないというか、それだったらなんかもうがっつりシェリーに焦点を当てた物語してくれたらいいのになって思うんですけど、あれ、あいつ部長として、てかあれ爆発するんだったっけ、なんか下にピコ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 ついてるけどさ、あれ、ジェイク、あ、いた、で先に進む、あ、こっちか、先に進む、ピョーン、ピョー、10点、ふい、開けていただき死んぜよ、よし、ムービー、はい、今のうちにドリンク、5000万ドルのキャッシュやろ、5000万ドルのキャッシュで、なんだろう、1杯1000ドル、今の為替がまあ仮にだけど135円だったとして、5000万ドルだとしたらいくらだ、65億、人生何周遊べるんやろ、ねえ、本当もうなんか天からさ、3億円でも今降ってきたらさ、今の生活が維持できるっていう、てか今の生活を維持して生きていくんだったら、僕今31になっちゃったけど、もう働かなくても生きていけるもんね。だいたいまあ2億5000万から3億5000万くらいのじゃないですか、稼ぎって、こう普通のサラリーマンだったとしたら、でまあその間の3億がね稼げたとしたらね、新たな血が必要なのよ。いいわ、5000万ドルあげる、その血を5億ドルで売るから。ね、まあね、でも普通に生きてったらさ、なんだろうな、1000万くらい普通に手元に30歳だったらあるんじゃないの。まあ車とかね、家とか、あのもう若いうち20代のうちに買っちゃいましたとかっていう人だったらあれかもしんないけど、ね、普通に貯めてたら1000万くらい手元にある気がするんだけど、皆さんはどうですかね。まあまあもちろんそのどういう雇用形態で働いてるかにもよるかもしれない。痛い、なんでホワイ、おかしいよね、今明らかに谷からは離れてたよ、手、あ、登る、あ、めっちゃなんかふすけ、あ、なんか交わってたね今、新手の交わり方してたの。 Looks like they're expecting usWe're gonna have to shoot our way out. Agreed. We don't have a choice now. いる？いる？道引っかかってる、引っかかってる。ああ、なんだ。なんだ、タチションやろう。よいしょー！自分のおしっこ飲みなさい！気づいて、あ、気づいた。気づかれちゃった。なんで、あの、狙わずに威嚇発砲してるんだろうな。C ウイルスになったやつって、こう、普通にさ、なんか人間っぽくなってるじゃん。その、人間、これジュアボになるタイプと、そのいわゆるシーウイルスゾンビになるタイプとどう分かれていくんだろうな。あんまりね、バイオ6ってそのアクション性を楽しみすぎて、ぶっちゃけね、あんまりそのストーリー考察とかそこら辺って全然やったことがないからね。いや、ちょっと待って、なんかすっごいパソコンが重い、パソコンが重くて普通に通り過ぎちゃった。そして君気づけよ、ああ、ボディーフローだ、バックドロップ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、
バックドロップが解禁された時の待ち時間が確か470分とかそのくらいのタイミングで行ったことがあったんだよ。で、あ、壊してたわ。そう、470分だった。あー、くる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 、飛びます。早く降りてこいよ。無理だ。Do I look like a circus acrobat to you? I'll find another way. Just don't wander off too far. Don't worry. あ、全然知らないし。こうなったやつってもうなんか絶望だよね。降りることもできなくなりそうだし、ずっと飛んでなきゃいけないし、着地したとしても逆立ちでしょ。もうドンバイの極みだよ。ちょっと待って、全然知らないし。どれ。やられてんのかどうか、当たってんのかどうかわかんない。そう。バイオシックスの難しいところってさ、特にジュアボーのさ、この変身した形態になるとさ、食らってんのか食らってんのかよくわかんないよね。そこがちょっと個人的には難しいなーって思うところなんですよね。どうやってたらダメージを与えられているのだろうか。すっごいパソコン前にごめんなさい。なんか皆さんの方でも多分カクカクカクなんですよ。で、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 なんだ誰だ。 Give me a hand!Jake, help me! 5000万欲しいんだろ。美女のお手手が握れるの、5000万がそこに入ってるんだったら、もう、ねえ、願ったり叶ったり登ります。でも、ちょっと重い。やんなことないよね。華奢だよね。あ、でも、意外とあれだよね。チャプター3って多分明らかになるけど、シリ、まあまあお尻ある。まあ、でも20歳の体をキープされるってわけだから、そこら辺はね。まあでも思うよ、今から10年前の体に戻ってさ、今毎日筋トレとかをさ一生懸命やったりとかしてるけどさ。そうそう、よし、じゃあ行こうか。毎日さ筋トレとかやったりとかしてるけどさ。どんな、だからなんでやねんって、おかしいべや。登れ登れ登れ、うい。結構すごいよね。片手になったりとかするけど、片手で自分のこと支えられる気がしないもん。Follow me. Jake, come here. Jake. ちょっと待って、36m か、全然動きがしない。どういうこと、どういうこと。まあでもみんなもさ、10年前の体に戻ったとしたらさ、多分、勉強だったり仕事だったりアクティブなことだったりとか、その、なんだろう、その遊びとかも含めてさ、いろいろとこう、今じゃこうなかなか手がつけられないとかさ、こう気持ちのことも相まってやれないってことがこうね、たくさんあると思うんですけど、じゃあ逆に今からプラス10歳だったとしたら、今やってることをやるかっていうと、後ろを下ろすの忘れてたから、ジェイクこれだって、ね、ごめんなさい、 I don't watch my step。 考えたらやっぱり僕は今あの一生懸命筋トレやるってすごい大事だなと思ったんですけど、これまた落ちないので大丈夫だよ。でよしよし、これシェリーって左利きだったっけ。ちょっともうそこら辺わかんないんだよね。よいしょ。これかめんどくさいんだよね。キャプスロックで、あ、すげえ、戦車が陣取ってたはずだ。よくご存知で、クリスたちが頑張ってた。ういー、あ、ちょちょ、やばいやばいやばい、痛い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 。みんなさ、やばんないってことは、男でさ、男だものでさ、こんな女の子が一人しかいないような戦場の中でさ、踏んでもらえるってもうご褒美以外の何物でもないんですから、ね、どっから攻撃されてる今。どっから、あ、上か。痛い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 。物理的に来いよ。さて、登らせていただきましょうか。ジェイ、マイラー、フィット。これがさ、急増コンビで速攻できるっていうのはすごいよね、ほんと。ちょっと足癖悪いですね、このお嬢さん。だから、でも実際さ、どうなんだろう、その、お嬢さんって今言ったけどさ、ねえ、あそこ、これ今あれだ、ジェイク側ではめちゃめちゃ暴走してるんだ、ヘリに撃たれながら。まあ、ESAA にとっては、あれだよ、傭兵は誰でもいいんだよ。じゃなくて、アンドレア時代のさ、バーキン一族とか、まあ、両親の本場じゃなくてさ、お抱えの研究員だったわけじゃないですか。わお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 、やばいやばいやばい。だったわけじゃないですか。海軍ってどうだったんだろうね。なんか、い
言い方悪いけど吉本興業みたいなさ、ウィーキッケーで、ウィーシオッケー、だからめちゃめちゃ働かせるけどギャラのほとんどは、あおーおーおおお、仁王立ち J、 ギャラのほとんどは吉本が取ってくる、アンブレラが取ってくるみたいな、ね、なんかそんな感じなんじゃないかなと思ったりするけど、まあ実のところは分かんないからね。さて、じゃあオープン。ここまともに相手してられないからもう走り抜けよう。ジェイク、お、シャトルラン始まってる。トゥ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 、よし行こう。足、ちょちょちょ、ジェイクジェイクジェイク、超引っかかってる。ここね、ここが意外とね、There's too many of them. I'm gonna go with flight. 逃げるわよ早くって言ってるし。Hey, Jake. Jake, I know what I'm doing. Do 間に合ったか。さて、ああそっか、こっからインチキおじさん登場すんだ。インチキおじさん登場。JJ くん、悪い人。Alright, where to?まあでも親がいろいろ発言しちゃって、息子とかで娘に煽りを受けるって今の日本だよね、ほんと。みたいなさ、高度経済成長の煽りを受けてさ、まあ、煽りを受けるっていう言葉が今の日本の名前だったら、そこらへんから横取りしてさ、息子だけ取ってってさ、で結局その、そこでバコバコやったツケがね、中小企業を相手にする仕事が多かったから、まあまあ、そういう、はい、今の若い人たちが普通に扱ってるやつをさ、ジジイババアたち使ってくんないかな、使ってくんないっていうか、あのね、使えるんですよ、使える能力はあるんですよ、だって実際使ってる人がいるんですよ。でも自分たちはもうあの慣れてきたことがあるから、慣れられないんだよ、慣れた方法でしか生きていけないんだったら、もう、全時代なのか、これの中で思ったりする時も、まあ若者の意見としてね、まあ30代でも中年かもしれないけど、思ったりするよね。だから僕もそろそろチャット GPT 覚えてる。でもあれ、チャット、よくわかってないんですけど、チャット GPT 全然取れてないから、チャット GPT をさ、なんかニュースで見たらさ、最初のタイトルだけチャット GPT なんでさ、なんか本文中はチャット GTP、チャット GTP ってごめんなさい、鳥山先生みたいな人になってんだけど、あれどっちが正解なの？チャット GPT だよね。ごめんなさい、鳥山先生プロデュースじゃないっすよね。さあ、逃げろ。逃げろ。走れ。来てる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 。Son of a bitch, he's strong! 荒れてる荒れてる。超荒れてる。ついでジェイク。ちょっと先を見てみよう。わー、ジェイク。何で近づいてるんだ？あっ。Here goes nothing!10点だった。ジェイク、助けてジェイク、どこでもドア。はい、ということでこの後こいつの戦いが待っているんですが、一旦ね区切りのいいところまで来ましたので、この辺で終わりにしたいというふうに思います。ということでシェリー編始まりました。まあジェイク編だけどね、はい、まああのシェリーのねキャッキャウフ、全人類のアダルティーな皆様が喜ぶようなプレイをお届けしたいと思いますので、よろしく。ではまた次回パートお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。ではまた。